おはようございます。ただいま朝の5時です。はい、昨日のうどん効いてますね。あの何でしたっけ、スケさんうどんっていう北九州名物のものを食べました。私普段うどん食べないんですけど、名物だということと、あのそばにするとなぜか高くなっていたので、うどんを食べたらかなり膨れましたね。そんなわけでございまして、崎陽軒じゃない今の崎陽軒は私の地元にありますよ。それは北九州、もちろん北九州にもあるけどね、売ってるでしょうけど、北九州に捨てられてるとはね。ということでですね、あの今日はさすがにちょっと名残惜しいのは山々なんですけれども、いつまでも九州にいるわけにもいかないので、今日はちょっと戻ります。今日中にね行かなきゃいけないところもあるので、昨日たっぷり満喫しましたからね、北九州は。もっと行きたいのは大分ですね。大分とか熊本とか宮崎、鹿児島、長崎、佐賀も唐津線ね行けばよかった。でも姪の浜に行って、あそこのね300円課金をするかどうかで結構迷いましたね。で結局300円課金をケチったわけです。ケチって同じルートをね戻ってきたって、さあそれだけのことなんですけれども、ということでですね、名残惜しいんですが戻ります。もう戻りたくないよ。そしてみんなね元気ですね、さすがですね、本当にすごいなと思いました。こんな時間でも元気にねひゃひゃ言いながら歩いてる若者さん、若いって素晴らしいですね。はい、もうこちらだってふらついておりますよ。多分もうあれか、1、1、2、3、4日目か。布団で寝なくて4日目です。かつまとまって寝てないですからね。あの電車の中で爆睡したとかそういう感じなんですよ。いやもうね、あれなの、昨日快活を追い出されたのが痛くてですね、こういうことになってるんですけれども、あー眠い。寒いし、でこんな暗いんですけど、やっぱ乗り継ぎを考えるとっていうことで、広島とかもゆっくりしたいんだけどね、そうなると2日かけてね行かなきゃいけなくなっちゃうんで、どっちを取るかだったんですよ。昨日移動半分ちょっとして、で今日また半分、残り半分してってやるか、一気にまとめてやるかっていうので、一気にやる方を取りました。切符の値段的にねやっぱ貧乏ですから、ね、広島ならねって思っちゃうんだけど、私はもうあの静岡さんをね、あの辛いんですよって言って帰りは通るんだけどさ、行き帰り通ると思うともう心が痛いじゃん。まだかよまだかよと思いながらやるんだけど、ちなみに昨日使った自転車ここに置いたはずなんですけど、充電をね挿してるわけです。ここを充電できるんですよ、大チャリ。東京にもありますけれども、こうやって刺すんですけれども、この前、夜の11時に前に刺して、今何パーセントになってるか見てみたいと思います。よいしょ、
70か。でもまだ100にはなってないんだね。使いすぎたね。やっぱり文字の方まで行くとは思っていなかったんで、あそこに行ったのが結構でかいですね。なんて言ったら10キロもさ自転車でさ走ったなんて初めてだよ。あれこれ動かない感じ？マジで？エレベーター寒いよ、マジでマジで寒いよ。あの良い子は決して真似しない方がいいですよ。もうね、あの野宿生活って絶対良くないんでね。私はもうしょうがないんで、しょうがないんでやってますけど、きちんと寝ましょうね。これは動くのかな？どっち？どっちか分かんないよ。でもなんか左にあるか右にあるか良い子があるんだよね。動かんよ、動かない。ここのマックは6時かららしいので、連日朝マック食べてますけど今日は食べれません。あ、セブン行ってくればよかった。でもまだいらないんだよね。モノレールもね、乗ればよかったかな。課金、とにかく課金をケチって何もしませんでした。あの自転車代ぐらいです。それでもまだ赤は取れてないんですよ、新幹線代。それをね取って帰りたかったんだけど無理だよ。だから少しでもということで節約精神で、寝ずに、ほぼ寝ずに過ごしております。ダメですよこんなことしちゃ。ずっとあるよあのカート、そこら辺から持ってきて戻してないんだよ。こんなとこになったってね、係員の人分かんないもんね。ここまで見る確認に回る範囲じゃないから。みんないますよ。1日、そうだ1日から来たの。1日から2日の方がまだ涼しかった。昨日か、涼しいじゃない、暖かかったよ。暖かいって表現も良くないけど、間違ってるけど、全然過ごせた。1時間あそこで携帯いじっても何も寒くなかったから。今日はちょっときついな。食料買ってなかったね。工程を考えながら座っていたいと思います。寒いんだよ。風を遮断するぐらいのスクリーンにしてほしいね。これ冬寒いんだったら夏はめっちゃ暑いんじゃないって感じ。どうなんでしょうか。モノレールはやってないですね。そこ空いてる時間に昨日来たんですけども撮影しませんでした。なんで動画的に全くやってない感じになってますけども、ここもついてないんだよね。これあ、でもあとなんだかんだだだ歩いてたらあと10分ぐらいか。早いな。セブンはなんか空いてる感じがしない気がする。見えないんだけど。あの手前にあったんだよね。まあセブンがなかったらファミマでいいんだけど。
で、うどんが効いてるからまだ絶対にいらないよね。チッタと下行っちゃうから、何これ。あ、セブンやってないわ。手前に、確かにここの椅子良さそうだな。だからみんな座るのか。なんかいつもさ、誰か隣に座ってんの、あのキャラクターのね、横に。そうするとさ、なかなかね、まあ、撮らないけど写真撮れないじゃん、撮りづらいじゃん。トイレ行ってない、やばい、トイレだけは行っとかないとやばいな。北口はほとんど行けませんでしたね。やばい、もう目がやばい、本当にやばい。ちょっと見るか、恵方巻きとか唐揚げも買ってた。あと4分になっちゃった。では九州また絶対来ますから、名残惜しいんですけれども終わりたいと思います。行きたくないよ、行きたくないよ。これ全部地元の駅ついてない。ということでロングシートか、まあ下関までだからすぐだもんね。ということで、行きたくないよ、行きたくないよ。18切符で来てさ、次のシーズンまで九州にいるとかしたいぐらい。本当にじゃあまた絶対に来ます、九州。ありがとうございました。映ってなかったし、ありがとうございました。Thank you.